はい、こんにちは。サッパ TV です。今日ご紹介する商品は、見た目がかっこいい丸型のスマートウォッチです。 Amazon で高評価 4.5 以上でコメント2000件ついている Amazon で大人気のスマートウォッチですね。それでは特徴です。まずはお値段が安いところ。これ Apple だとね、多分2万3万それ以上すると思うんだけど、お値段が安いところがおすすめ。そしてスマートウォッチとして多機能なところですね。健康管理機能、あとはプールで使える防水仕様になっていたり、電話やメールを受信してお知らせしてくれたり、もちろんメールを読むこともできます。最近のスマートウォッチの機能はほとんど使えるみたいですね。はい、というわけで本日ご紹介する商品がこちら、多機能スマートウォッチ T20W。ちょっとメーカーの読み方わからないんだけど、 Amazon で大人気の格安スマートウォッチ、一体どんな商品なのでしょうか。みんなが求めるインフォメーション、サップ TV。 まずはパッケージです。時計が入っているので小さい箱ですけど、とってもシンプルなパッケージですね。そして最初のおすすめポイントは、なんといってもこちらのお値段の安さですね。アップルウォッチと比較すると、かなり安いお値段でこのスマートウォッチを買えるのはいいですね。それでは箱を開けます。上の仕切りを取るとこちら、オープン。 Amazon で大人気のスマートウォッチです。まずいいなと思ったのが、格安スマートウォッチってだいたいアップルウォッチの真似をした四角いパクリ商品みたいなの多いんだけど、こちらは丸型のクラシック型ですね。従来の丸い時計の形です。なのであいつアップルウォッチのパクリつけてんなって思われないで、丸型のスマートウォッチとしてしっかりつけられるところがいいですね。はい、それでは本体また後でご説明しますので、最初に梱包内容を確認したいと思います。こちらが時計を充電するときに使う充電アダプターですね。 USB タイプになっていて、端子がまあちょっと特殊な端子なんだけど、磁石の力が強くてくっつくところがいいですね。そしておすすめなのがワイヤレス充電に対応しているところ。有線無線2種類の充電方法があるのはいいですね。こちらが説明書になります。説明書は蛇腹になっていて、開くと大きな1枚の紙になります。専用アプリがあるんですけど、専用アプリのこの QR コードが載ってたり、あとは商品の説明ですね。スマートウォッチの説明があります。あとはペアリングの方法ですね。そして下に行くと、いろんなスマートウォッチでできる設定の説明が書いてあります。まあこれね、私の方でもやるのでこの辺にしておきましょう。そして文字盤なんだけど、文字盤もいろいろ種類があって選べるんだけど、時間によって昼間から夜になると文字盤の絵が変化するとか、そういうのもあって、昼間は太陽で夜は月になるみたいな、そういう絵が変化する機能もあって楽しいですよね。そしてこれが2枚目の説明書ですね。こちらはスマートフォンのボタンの説明とか使い方が書いてありますね。こちらが裏面です。字がね、こちらメインですね。これがお問い合わせのカードですね。で、メーカー保証と無料返品がこのように書いてありますね。梱包内容は以上です。とてもあっさりしていますね。それでは本体を詳しく見てみましょう。本体のこの文字盤の方はステンレスで、触った感じとてもしっかりできているなと思います。そしておすすめなのがこちら、 50m 防水になっています。健康管理機能がついているので、ジョギングで汗をかいたり、あとはプールで使いたいという方も安心して使えます。あとは生活で使っていて水がかかっても平気っていうのも使いやすいですね。そしてバッテリーのね、持ちもね、これ 300mAh で、数日は余裕を持って電池持つみたいなので、そこもおすすめポイントですね。これが時計の裏面なんだけど、裏面に充電の端子があったり、あと脈拍をね、測定する時のこの光るんですよね、この緑色に、そのセンサーがついていたり、あとはバンドですね。バンドの方はこれゴムの素材で、少しチープな感じに作られていますね。まあこれは格安スマートウォッチなので仕方ないかなと思うんですけど、バンドのね、取り替えもできるみたいなので、まあ好きなバンドに取り替えられるっていうのもいいですね。これが電源を入れるところです。ボタンを押すとこのように電源がつきます。液晶画面結構綺麗で、これ遠くから見たら本当に普通の時計にしか見えないんですよね。近くに来ると液晶画面だって思うんだけど、まあ、そこもいいですね。それでは使う前にスマホとね、
Bluetooth ペアリングさせます。で使うときはねスマホと Bluetooth でペアリングさせます。で専用アプリも使うとね、あの時間とか日付、あと温度、バッテリーの残量とかね、そういったものもデータがリンクされて分かることができるので、まあアプリ、専用アプリ使った方がいいですね。でちょっと今手で隠したんだけど、暗くてもね、あの文字盤が光ってるので時間とか日付確認しやすいのいいですね。それではモードをね説明していくんだけど、スワイプするとこのようにモード選択できて、これが運動記録される、運動の記録を見ることができます。これがね心拍測定で、今青くっていうか緑に光っているのが、このように腕に巻いておくと緑の光で心拍を測定する機能ですね。これはいいですね。これはジョギングとか特にスポーツやってる方はね、自分の心拍走ってる時にどれぐらいかとか確認するのにとってもいいと思います。でこうやってね過去の記録もね載るので使いやすいですね。スワイプはあの横と縦ができるようになっていて、でこれが8種類のワークアウトモードってことで、自分が運動した時にカロリーとか運動時間を記録する時のモードですね。自分がどんな運動をやったかこのモードから選択して時間を測ることで、まあ、運動時間とかそのカロリーとかそういうのを計算することができます。この右上はなんか準備って書いてあるんだけど、これは何でしょうかね。これからなんか入るのかな。あとは時計としての機能、ストップウォッチ機能があります。まあ、これは普通に測定してこうやって測って止めるクリアみたいな普通のストップウォッチと使い方同じですね。そしてこの右下開くとメニュー画面になって、ここではいろいろ調節できるんだけど、これがこのスマートウォッチの明るさの調節ですね。このように暗さ明るさ調節することができます。そして文字盤の変更がこちらですね。これおすすめポイントですね。普通の腕時計だとね文字盤変更することできないから常に買ったままの文字盤ですけど、スマートウォッチだとこういう感じで自分の好きな文字盤をもともと入ってるスマートウォッチの中から選択することができます。まあ、何種類か選ぶことができるので自分の気に入ったものを選べるといいですね。であと時間によってね、あの花が咲いたりとか夜だと満月が出てたりとか、そういう画像が時間によって変化するものもあるので、まあ見てて楽しいかもしれませんね。あとは下から上にスワイプするとまた新たなメニュー画面になって、これが低電力モードオンというもので、パワーをセーブしてくれるモードでしょうかね。であとマナーモードオン、あとはこの左下のアイコンを触るとスマートフォンの音楽を操作できます。あの再生、ストップ、次の曲に飛ばしたりとか、それをスマホ画面を触らなくてもスマートウォッチからできます。あと右下がこう電話見つけるっていう機能なんだけど、実際これやってないか分かんないんだけど、スマホどこ行ったか分かんない時にスマホから音を出す機能じゃないかなと思います。あとはスマホから受信したメールだったり電話を確認することができます。今動画で見てるのが私がもう一個の別の携帯から LINE で私のスマホにメールして、このように私に届いた LINE のメールをこちらのスマートウォッチと連動してあの5つ見ることができます。仕事中とかね、あの重要なメールかどうか確認できるのはいいですね。あとはね地味に便利なこの腕の振り上げ機能ですね。腕を振り上げた時だけ表示されるのはいいですね。電池の消耗も抑えることができますね。あとは専用アプリの操作ですね。スマホで専用アプリをダウンロードするとアプリ側の方で確認や設定をすることができます。これが腕時計はめて歩いた歩数とか脈拍測定されたものがアプリでこのように表示されて確認することができます。あとはこの地図なんだけど、これも実際使ってないからちょっとわかんないんだけど、おそらくあのランニングとかで走った時に距離とか自分の居場所ルートがわかるんじゃないでしょうかね。そしてこちらがメニュー画面でカメラの遠隔シャッターになります。例えば集合写真とかでシャッターを押す人がいない時とか、カメラ設置してこの遠隔シャッターボタンでシャッターを切れるのは便利ですね。あとはねこのように見ていただけるとわかると思うんですけど、スマートフォンの方からもこの時計の設定をすることができます。はい、というわけで Amazon で大人気のスマートウォッチのご紹介でしたけど、いかがだったでしょうか。私の使ってみた感想はですね、私も自分のチャンネルで何個かスマートウォッチの紹介してるんだけど、この格安スマートウォッチって
まあ、大体あの四角いアップルウォッチに似せてくる商品多いんだけど、逆にそうされるとあの使う時にアップルウォッチだと思われて、それアップルウォッチって聞かれた時になんか嫌な気持ちにならないですかね。なのでスマートウォッチつけたいけど四角いあのアップルウォッチみたいな形は嫌だっていう方にぜひおすすめしたいスマートウォッチですね。まあ、お値段もとっても安いし、まあ、アップルウォッチと全く同じ性能ではないですけど、だいたいそれに似た機能、メールを読んだり電話の受信をお知らせしたり、あとはね天気とか温度とか、あと文字盤もね好きなものに変えられるし、ほとんどね従来のスマートウォッチに備わってる機能はついてると思います。なので安くてアップルウォッチじゃない形のを探してる方に今回おすすめしたい商品ですね。はい、というわけでそろそろお時間の方がやってまいりましたので、この辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。